カオスの世界をこう表現したかったっていうのがまずあって、まあ、その中で、まあ、カオスのそういう混沌のところからじゃあ今度は何に展開するかっていうと創造っていうことでしたね。だそういう意味で、まあ、基本的なテーマっていうのを創造っていうものに置いて、まあ、それで主人公である、まあ、少年がどういうふうに、その破壊からの状態から創造を生み出していくのかっていうのが一つのテーマになってます。まあ、結構いろんな考え方っていうか立場の部分でそういうマルチ展開的な部分もあったんですけど、やっぱりそれを一番こう、まあ、主人公であるユーザーに、まあ、突きつけるというか窮地に立ってそれがどう展開するかというところも踏まえてですね、その悪魔化っていうのもありましたし、主人公自体の、まあ、設定をそこに置くことによってプレイヤーはどう感じてそれに進んでいくのか、まあ、一つには人間に戻りたいというふうに思う人もいるんでしょうし、またかといってそれを許されない状態からじゃあそれをもっとこう悪魔として極めていくっていう考え方もするんでしょうし、またそこからいろんな問題定義じゃないですけど問いかけに対して主人公イコールプレイヤーの方が考えてもらえるだろうというようなところからもう主人公である少年をもう悪魔にっていう設定してしまって、そこからどうこう生きていくのかっていうのを考えてもらう。そうですね、まあ、これもシリーズ通してやっぱり東京っていうところに非常にこう、まあ、こだわりというか設定としてあるのが、世界のそういう都市を例に見ても、まあ、ここまでこうその、まあ、今回のテーマにもつながりますけど、その破壊と、まあ、創造というか再生というかそういうのを繰り返しているこう都市っていうのが、まあ、稀に見るといいますかね、やっぱりそういう部分では東京っていうのを、まあ、舞台にして、まあ、そこからこうより、まあ、リアルであるところからまた非現実的な現実っていうところでの、まあ、ブルティックス界っていうのを体験してもらって、まあ、それがどう展開していくのかっていうところに舞台として選んだ理由にはなります。ゲームらしいゲーム、まあ、ロールプレイングならではのそういうものがもっとあっていいんじゃないかっていう、まあ、原点に立ち返るみたいな考え方を持っててやらされてるようなゲームスタイルじゃなくて、あくまでもプレイヤーの方が積極的に能動的に、プレイしてもらうことでこうゲームが進行するというか、まあ、その中でいろんな、まあ、合体ですとか対応ですとか、または戦闘においてもシンプルなおかつ、まあ、あくまでやればやる込むほど、まあ、そこの深さもこう追求できてというようなところで、作り込みをしています。ゲームとしてのこだわりというところを、まあ、先ほど言った、まあ、チャレンジも含んでですよね、ふんだんにというか盛り込んでるつもりではありますけど、イフから、継承しているものも踏まえてですね、今回の、まあ、新女神転生3のクタンっていうのが、まあ、今までのもののこういろんな流れを組んだタイトルというような捉え方と、また新しい、シリーズの始まりというような位置づけでも考えているので、まあ、ぜひ今までの流れを踏まえた形とまたこうその先にはですね、また新しい要素の始まりというのをぜひプレイして感じてもらいたいと思ってますので、期待してください。